三井不動産株式会社、総務部社会環境推進グループの小林でございます。当社では、グループを挙げてですね、復興庁宮城復興局の結の場を通じてですね、宮城の支援をするという姿勢でございますので、本日はグループを挙げてですね、企業マルシェの方を開催させていただきました。大体2ヶ月ぐらい前から徐々に準備をしてて、2、3週間前から密にやってきたというのが現状でございます。告知は実際はですね、10日ぐらい前からですね、まずはポスターを作成しまして、それを持って各部、それと各グループ会社に訪問してですね、ご協力を仰ぎました。かなり皆さんですね、お祭り気分で嬉しそうにですね買い物していただいて、本当に企画した甲斐が、あったと思います。石巻の方ともですね、いろいろとお話しさせていただきまして、もう東日本大震災とか相当な被害が遭われて、ただやはりね、産業の復興っていうのも非常に大切なもんですから、我々もこの販路支援の一助になればいいかなというふうに今考えています。で、非常にいい方がたくさんいましてですね、非常に楽しい、形でお昼の部を、終了させていただきました。あ、もう完売寸前でございます。おかげさまで。震災前の大一番の様子ですが、これ今は新しい魚市場が2年後を立てるようにということで協力させていただいた時の映像です。500円で何年後とかわかんないけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、出ましたー。はい、ガッツ。